はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数列とはについてお送りします。で、タイトルにねもろ書いてありますけど、ここから新しい章の数列のスタートです。だから数列のねスタート動画となるんですが、今回はポイントが3問で、下にね計 6問あって計9問となっておりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、来ましたね、数列やっていきましょう。で、まあ、数列、名前の通り数の列なので、こんな感じでね、1357…とか36912…みたいな、こう数字が並んでるものを数列って言いますね。数を1列に並べたものね。で、その数列を作ってる各数を、まあ、か、ね、1357その数ね、各数をこれをね項って言います。項。まあこれね、一つ目の項は第1項、第2項、第3項、第4項なんだけど。で、その項の中でも、今第1項って言いましたけど、最初のもの、一つ目だよね。を、名前がちゃんとあって、まあ初めの項なんで、初項って言います。最初のものをね、初項。で、最後のものを、これ、末項って言います。で、この名前は覚えておいてください。なぜかっていうと、問題出されるときにね、初項いくつ、末項いくつで、とかって言われることが結構あります。だから、名前を知らないと、末項って何ってなってしまうので、まあ、これがまず名前です。で、ちなみに今回、問題にはしてないんですけど、数列大きく分けて2種類あってですね、それが、有限数列と無限数列です。で、ちょっとこう有限だけ書いておこうかな。有限数列っていうのは限りがある数列ね。だから限りがあるっていうことなので、後ろが決まってんの。こう1357トゥルルって並んでいくんだけど、最後これだよっていう。で、ちなみに、末項があるのはその有限数列だけです。最後は決まってるからね。最後止まったこれが末項なんです。でも、無限数列っていうのは無限だからずーっと続いていくの。その時は末項はないです。最後がないからね。っていう感じ。まあ、一応は大きく分けるとそんなものもあるよと。で、実際問題やっていくんですけど、これ一般項、この数列でよく出てくる言葉ですね。一般項 AN って表します。これはその数列のルールがこの式で表されてます。そういうのを一般項って言うんですけど、例えば一般項 AN がこれで表されてるとき。A1、A4、A7 じゃないよ。なんで今あれ A4、A7 だね。A1 で言っちゃったからあれか。さあ A1、A4、A7 でいきます。そうだね。今気づいたけど、英語と日本語混ぜて言うな。まあいいか。で、これどういう風にやるかっていうと、結局 A1、まあ A1 で言った方がいいのかな。で言うと、N がここね、1なんで、1番目。つまり、初項いくつですかって聞かれてます。これ A4 に関しては4番目。第4項いくつですか第7項いくつですかっていうのを聞かれてるのね。で、どう出すかっていうと、一般項、これが今回このルールにのっとって数字を並べますって言ってるから、N にもう1とか4とか7を代入するだけで OK です。つまり、まあ、問題解くだけだったら、A1 イコール1代入して、2×1 だから2マイナス1なんで1でしょ。で、A4 が 2×4 で8-1だから7。で、A7 が 2×7、14-1 だから、13だよって。で、ちなみにですね、この AN がもし、これが一般項がね、2N-1 だったら、この数列になります。1を入れると1。2を入れると2にがしで3。3を入れると3×2=6-1で5。これの並びになってるね、ちゃんとね。つまり、この数列、まあね、続きまだ書いてないけど、数列を表す一般項がこいつなんです。これの式にのっとって並べてるよっていう感じだからね。で、次もね、同じようにマイナス 3N プラス2もね、入れてやっていきましょう。A1 入れるとマイナス3だから計算してマイナス1。
で、A4 がマイナス12だから、マイナス10。で、A7 がマイナス21か。だから、マイナス19となって、これで OK ですね。いいかな。で、次がですね、ちょっとややこしいんですけど、まあ、ややこしくてミスりやすいところだね。マイナス1の N 乗です。N 乗。N っていうのはこういった肩にくっついたりすることも全然出てくるので、まあこういうのもやっていくんですが、でもこれも入れるだけね。A1、1入れると、マイナス1の1乗。だからまあ1乗なんでね、計算関係ないからそのまんま。で、A4 が、マイナス1の4乗。これ1だから、数字に関しては何乗したって1なんだよ。で、問題なのが、マイナス1を4回かける。つまり、マイナスを4回かけるんで、結局、プラスになるんだよね。だから、プラス1になるから、結局、1になります。で、A7 に関しては、まあ、1はね、7乗しても1なんですけど、マイナスを7回です。これは、マイナスを奇数回かけてるので、奇数回かけると、マイナスなので。まあ、注意してやったやつだね。こうなります。待って、これ入ったか？あ、大丈夫だね。で、今回ね、この問題を取り上げた一応意味があって、この形、マイナス1の N 乗、もちろん、マイナス1の N-1 乗とかも出てくるんですけど、マイナス1の、ま、N 乗とか、N-1 乗が出てきたときには、符号が交互になります。どういうことかっていうと、1乗したら、初項ね、まあ、マイナスでしたけど、初項はマイナスなの。次、2乗するとプラスなの。3乗はマイナス、4乗はプラスって、いうふうになります。で、次の問題が、そのね、数字が並んでる数列があって、そっから一般項 AN を推測しようと。どういうルールに則っているのか考えてごらんっていう問題をやるんですけど、ここにあるように、符号が交互になっているときは、基本的にこの形が出てきます。っていうのをつなげといてほしくてね。で、並べて今回問題作ったんですが、まずね、その、ことも、まあ、最後に出てくるんだけど、まずやっていきましょう。で、さっき言ったように推測をしていきます。で、この推測の仕方なんだけど、慣れてくるとね、もうこう来たらこれでしょみたいな感じもできるんですが、ひとまず、ちょっとここはちゃんとやっています。3、6、9、12。で、きっとね、きっと、この並びを見たときに、じゃあ次何が来るでしょうって言われたら結構できるんだよ。3、6、9、12。あれ？これ3ずつ増えてるじゃん。あ、じゃあ次15でしょ、次18かみたいな。正解正解合ってるんだよ。それでそれができるんだけど、じゃあそれをこのルール一般項まで持ってこれるかっていうとちょっと止まるんだよね。結構特に最初は。でどう考えるかっていうとね、これ3って3×1なんだよ。1、6って3×2なのね。で9って3×3なんだよね。でこうなっていく。 3×4、3×5 って、いいかい。でこういう感じで1,2,3,4,5って変わっていくものと固定される、つまり今3が固定されてる左側は、こういった風に分解します、考え方としては。でそうするとこのね、1,2って変わってるところが N なの。 N、なぜなら、今、AN っていうのは、これ N 番目のことを言ってる。戻るよ。A1、A1、1番目のことを言ってるんだよね。A4 っていうのは4番目のことを言ってるの。いいかい？だからこれ戻って、この 2N-1 ってこれと同じって話をしたでしょ？ 4 番目 A4。ちゃんと1、2、3、4。4番目7になってるから。なので、この部分が N に変わる。つまりね、このまま続いていくと、3は固定で変わりません。けど、かける、この部分が N になる。それが一般項なんです。そこが。だから、これ AN を考えたら、AN は 3N。で、かけたらまあ省略してね。3N で、これで終了になります。いいかな？で、実はですね、この問題、7番に関しては、これをまずね、解けるようになってほしいんですけど、もう一個ちょっとおまけで覚えてほしいことがあります。それが、
これ、今数列ね369で始まってますけど、もし0が先にあった場合、いい？ちょっとね下狭くなっちゃうけど、0369…ってなってたとしたら、これちょっと変わります話が。で、どう変わるかっていうと、0を除いてしまえばさっきと同じで 3×1、3×2 って考えることができるでしょ。でもこの部分が最初 3×0 なんだよね。1で 3×2 って続いていく。まあ 3×3 って書いてないけどね。で、こうなっていくじゃん。そうすると、あ、この0のとこが増えていくから、あ、ここが N なんだよねって思って 3N って行きたくなるんですけど、この場合答えは 3×N-1 になります。これが一般項、もしくは 3L-3 だね、配って。で、なぜかっていうと、 N っていうのはさっきも言ったように N 番目なんだよね。ここは1番目が1、2番目が2、3番目が3ってちゃんと数字が並んでるんです。何番目ってやつとこれが合ってるんだけど、ここ1番目が0なんだよね。2番目が1、3番目が2なんだよ。何番目って言ってる数字の1個少ない数になっちゃう。そのずれていく数字がね。だから N 番目を言いたいんだけど、 N より1個下の数字、つまりそれが N-1 だから、だからこうなった時は3×N-1 と変わります。結構出てきます今回。個人的にはね、最初の動画なんでちょっとこっちの問題でこれは口頭で付け足したいなと思って問題にはしなかったんですが、まあ、これも出てくるんで、ね、気をつけてもらえたらと思います。で、話をね戻して8番いきましょう。で、分数になるとね、めんどって感じもするんですけど、これ結構楽で、上と下を分けて考えればいい、それぞれ。で、分けて考えていくと、じゃあどっちからいこうかな。上からいこうか。3、9、27、81となってます。で、さっきと違って 3×1 からいけそうなんだけど、次が 3×2 になってないんだよね。あ、じゃあ違えって。じゃあどう変わるかっていうと、これはね、3の1乗なんです。で、次が3の2乗、サザンが9。次が3の3乗なんです。3の3乗27だからね。で、3の4乗って変わっていってる。っていうことに気づけば、肩の部分が1、2、3、4って増えていく。だからそこが N なんだよね。で、しかもさっきも言ったように、1番目が1、2番目が2って数字がぴったり合ってるから、上は3の N 乗なんです。っていうのが気づく。で、下に持っていくと、今度は2。2×1、2がね。で、4が 2×2。で、次に6が 2×3 って。2×4 ってなってるので、ここの部分が N。2×N かなって思う。で、大事なことは、最初が0じゃん。ね、ちゃんと1、1番目が1って対応してるかどうかをチェックして、今回できてるね。1番目が1、2番目が2ってなってるから、この部分は 2×L なんだってことが分かります。で、それぞれ分けて分かったから、最終的には AN イコール分母が 2L 入ってるからだよね。 2L で、分子が3の N 乗と、これ終了となります。で、最後ね、やってきたのがこいつです。この符号が交互に変わっているのは、さっき言ったように上のこの技使います。なんで、これちょっと後ほどです。先にね、数字から言ってください。で、数字だけ見ていくと、1、2、3、4ってなってる。数字だけ見るとね。ってことは、もう何乗とか、何にかけるとかじゃないんだよね。そのまんま、1、2、3、4ってなってるんで、その行った先は N です、そのまんま。数字は N で変わっていくだけなので、だから別にこういうの考えなくて大丈夫。ただ大事なことは、マイナスプラスマイナスプラスと変わってるので、マイナスプラスマイナスプラスってなったらこれです。いい？マイナス1の N 乗だから、 N にマイナス1の N 乗をかけたものが一般項なんです。まず書いちゃうね、答えね。ちょっと付け足しで説明するから。だからマイナス1の N 乗かける N、
ね、マイナス1乗の、カッコマイナス1の N 乗 N ですね。これが一般項。だから実際にね、1、2って入れてみると、1を入れるとさ、マイナス1の1乗だからマイナス、で、ここに1がいるからマイナス1でしょ。2を入れると、マイナス1の2乗なんで、プラスになって2がいるから2なんだよね。3を入れる。マイナス1の3乗はマイナスです。で、ここに3が入るからマイナス3ってちゃんとなっていくでしょ。なので、このマイナスプラスが交互に来たらこの形。けれど、これはプラスマイナス、プラスマイナスのパターンももちろんあります。そしたらどうするかっていうと、このパターンね。が来たら、ここを、こうしてください。マイナス1の n マイナス1乗です。こうすると、1を入れると、肩の部分が0になります。マイナス、まあ何でもいいね、何とかの0乗は1なので、そう。だからプラスになる。で、2を入れると、マイナス1の1乗になるから、マイナスになるんだよね。さっきと順番が入れ替わる。スタートが変わるから。なので、もし、そのね、まあ、マイナスプラス交互になってるときは、これ使うんだよなと思ってください、まず。で、スタートがマイナスなのかプラスなのかによって、肩につくのが N 乗、もしくは N マイナス1乗が変わるので、そこだけ気をつけてやってもらえたらと思います。いいかな？ちょっとね、スタートで長くなりすぎちゃって申し訳なかったです。今回はね、高校数学数 B の数列とはについてお送りさせていただきました。今回もね、ここまで見ていただき本当にありがとうございました。で、次回からですね、まあ、実際数列のいろんな問題やっていくんですけど、数列って何種類かあるんですよ。で、その中で、まず、等差数列ってのからやっていきます。等差数列ね。で、それのまず、等差数列の基礎の問題を次回やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。